ドリームマッチ。これまでに数多くのバトルが登場している呪術廻戦。しかしファンならばこんなドリームマッチ見てみたいと思うのは当然。ではどのドリームマッチが最高のバトルなのか。今回はレベル、盛り上がり、接戦と期待度、因縁から独断と偏見でドリームマッチを格付けしていこうと思います。ということで今回は夢のバトルランキングトップ30をやっていこうと思います。なお第10位から4位までの発表、30位から11位までの発表、最後にベスト3の発表となってますのでご注意ください。この動画は本誌単行本で176話を見た方への内容になっておりますので、必ず一度お読みになってから閲覧するようよろしくお願いします。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じてください。それではどうぞ。第10位は乙骨憂太対秤金獣でした。この戦いの魅力は何といってもハイレベルな次世代対決です。特に3年秤、2年乙骨、彼らは僕に並ぶ術師になる。第11話の五条の発言によると、乙骨と秤はですね、五条に並ぶほどのポテンシャルを秘めていると言われています。そして乙骨は100機夜行でゲートを倒していることからかなりの実力者ということは分かってるんですが、秤に関しては第175話で虎杖と小競り合いをした以外では戦闘描写が描かれてないので、その強さの全貌は明らかになってませんよね。なんですけど146話の乙骨の発言によると、秤が乗ってる時はなんと乙骨よりも強いということなんです。そんな2人の勝負の行方は僅差で乙骨の勝利となると思います。というのもですね、第11話の五条の発言と第146話の乙骨の発言によると、秤はかなり高い実力を持っていることが分かり、特級の乙骨相手にしてもほぼ互角にやり合えると思われます。とはいえ157話の虎杖とのやり取りからも分かるように、秤は熱に重きを置いていて、その時々によって強さにムラがあると思われます。よってですね、最終的には安定して実力を発揮できる乙骨に敗れてしまう可能性が高いんじゃないかなと。しかし今後明かされる秤の術式によっては秤が勝利するという展開も十分考えられます。ではこの戦いの魅力をもう少し細かく評価します。まずはレベルについて、乙骨は特級である一方で秤の階級は分かってないんですが、五条の評価と乙骨の発言から考える限り秤も特級並みの実力者だと思われます。次に盛り上がりについて、次世代を担う実力者同士の戦いなのでかなり激しい戦いになって盛り上がることは間違いありません。次に期待度についてですが、五条がわざわざ2人の名前を挙げて評価していることから2人の戦いの行方には注目せざる得ない。そして接戦度なんですけども、秤は乗ってる時こそ乙骨以上の実力を発揮できると思われるんですけども、それ以外では乙骨優勢の戦いになると思われます。そして最後に因縁なんですけども、作中では乙骨との絡みが描かれてなく2人の関係性は明らかになってないんです。よって低めの評価としています。というわけで見事第10位には乙骨優勢秤金獣がランクインしました。第9位は全員投手対全員巻き。この戦いの魅力は何といっても天与自爆のフィジカルギフテッドのぶつかり合いです。体に一切の呪力が宿っていない投手は驚異的な身体能力と極めて鋭敏な五感、さらには高い呪力耐性まで持っていて、まさに超人ですよね。一度はあの五条も倒したほどの実力者なんです。一方巻きはというと中途半端な天与自爆にとどまり、前期の中では落ちこぼれ扱いされていたんですけど、もう149話にて双子の全員前の死を得て覚醒した巻きはついに全員家を壊滅まで追い込んでいます。こうして巻きは投手と同じ境地まで至るんです。そんな2人の勝負の行方は当時の勝利でしょう。というのもですね、マキは覚醒してからまだ日が浅く、天与呪縛のフィジカルギフテッドを使いこなしているとは言い難い。一方当時は生まれながらの天与呪縛のフィジカルギフテッドで自分の力を最大限に発揮することが可能。とはいえですね、マキの実力は今後もっと成長することが見込まれるので、将来的にはマキは当時を上回る実力者になり、当時にも勝てると思われます。ではこの戦いの魅力をもう少し細かく評価します。まずはレベルについて、ゲトウズ五条を倒した当時と全機を壊滅させた巻き、機体の実力の高さは文句なしなのでハイレベルとしています。次に盛り上がりについてなんですけども、天与呪縛のフィジカルギフテッド同士のぶつかり合いはかなり激しい肉弾戦になること間違いなし。しかし互いに磁力がないので領域展開などド派手な技は見られません。次に期待度についてなんですけども、同じ能力を持つ者同士どちらが強いかかなり気になりますよね。そして接戦度ですが、同じ能力を持っているのでどちらにも決め手にかける長期戦が見込まれます。よってかなりの接戦になると思われます。最後に因縁ですが、どちらも全員家の一族なので血縁関係にあるんですが、2人の直接の関わりは見られません。よって少し低めの評価としています。というわけで見事9位には全員投手対全員巻きがランクインしました。第8位は五条悟対高羽文彦。この戦いの魅力は何といっても超絶エンターテイメントです。作中最強といっても過言ではない五条に対するは、第146話で初登場を果たした高羽文彦。そんなお笑い芸人高羽の術式はというとコメディアン。これはですね、高羽が受けると確信した想像を実現する術式で、理論上ほとんど全能に近いとまで言われています。そして注目すべきは第173話の一文です。なんと高羽のコメディアンは五条にも対抗できる術式だと明言されているんです。そんな2人の勝負の行方はどちらが勝つかは
わからない。というのもですね、五条が無料空将を使えば高場のコメディアンも封殺できるようにも思えるんですけども、逆に高場が無料空将を打ち消す面白い展開を思いつくことができれば高場のコメディアンが上回ることになります。しかしあくまでもですね、高場が思いつくという限定付きなので不確定要素があまりにも多すぎる。よってですね、勝敗は不明とさせていただきます。ではこの戦いの魅力をもう少し細かく評価します。まずはレベルについて。何を隠そう五条は特級術師で作中最強キャラの一人なので、かなりハイレベルな技が繰り広げられることでしょう。一方高場の実力は定かではないんですけども、芸人ならではの後驚く方法で窮地を脱出し、さらには術師としての型にはまらない攻撃を繰り出し、予想以上に五条を苦しめることになると思います。よって二人の戦いはかなりハイレベルなものになると思われます。次に盛り上がりについてです。真剣な戦いが多い呪術廻戦の中で五条と高場の戦いはまさに異質。ギャグが飛び交うエンターテイメントであり、かなりの盛り上がりが予想できます。よって限界突破の高評価。次に期待度なんですけども、いかにもネタキャラとして登場を果たした高場ですが、最強の五条相手にどこまで戦えるのか期待せずにはいられない。次に接戦度ですが、やはり五条の壁は高く、高場も前線すると思うんですけども、最終的には格の違いを見せつけられる展開になると思われます。そして最後に因縁なんですけども、五条と高場との間には一切の関わりがないので最低評価としています。というわけで第8位は見事高場文子対五条悟がランクインしました。第7位はゲートをすぐる対つくもゆきでした。この戦いの魅力は何といっても特級術師同士のぶつかり合いです。ゲートとつくもはですね、日本に至った4人しか存在しない特級術師。つくもは唯一の女性の特級術師なんですけども、その能力考えともに非常に謎に包まれています。一方ゲートはというと最悪の呪詛師と呼ばれていて、非術師を殲滅して術師だけの世界を作ることを目標に掲げていたほどの危険な思想の持ち主なんです。そんな2人の勝負の行方はつくもの勝利になるでしょう。その理由はまだ明かされていないつくもの術式にあります。実はつくもはある術式を使うことができるのではないかと予想されているんです。その術式とは呪力を食い尽くす式神の操作というもの。一方ゲートの術式は呪霊操術で取り込んだ呪霊を自在に操ることができるので、その強みは圧倒的な手数の多さにあります。しかしもし仮につくもの術式が呪力を食い尽くすというものであるならば、ゲートの圧倒的な手数の多さも封じ込めることができると思われます。よってですね、つくもゆきが勝利を収めることになると思われます。ではこの戦いの魅力をもう少し細かく評価していきましょう。まずはレベルについてです。日本に4人しかいない特級のうちの2人の戦いなので、間違いなくハイレベル。よって限界突破して高く評価しています。次に盛り上がりについてです。特級術師の名にふさわしいド派手な戦いが繰り広げられると思われるので、かなりの盛り上がりが予想できます。次に期待度についてなんですけども、特級同士のハイレベルな戦いは見ものなんですが、すでにですね、呪術廻戦のゼロ巻でお骨に倒されているゲトウの戦いへの期待はあまり高いとは言えないと思われます。次に接戦度。2人ともかなりの実力者なので均衡した戦いが予測できる。そして最後に因縁です。第77話でつくもはですね、非術師を皆殺しにすればいいとゲトの発言をありと言って肯定しています。さらに非術師を嫌う心を持ち始めて悩むゲトに対し、つくもはですね、それを肯定も否定もせず自分自身の判断に委ねさせます。このようにつくもはですね、ゲトの闇落ちに少なからず影響を与えていると思われます。しかしあくまでも間接的な影響に過ぎないので、因縁度はそこそこという感じでしょうか。というわけで見事第7位はゲトをすぐる対つくもゆきがランクインしました。第6位は五条悟対乙骨ゆうたです。この戦いの魅力は何といっても天才同士のぶつかり合い。五条と乙骨は日本にたった4人しかいない特級術師です。そして五条といえば呪術界御三家の五条家の生まれであり、幼い頃から圧倒的な実力を発揮してきたんですけども、乙骨も4人の特級術師の中で最年少であり、どちらも若くして才能が認められたまさに天才なんです。そんな2人の勝負の行方は五条の勝利。というのも第11話で乙骨は五条から自分に並ぶ術師と評価されているんですけども、それはあくまでも先の話なので、現状乙骨は五条に及ばないと言えます。しかし底なしの呪力を持つ乙骨の潜在能力はまだまだ計り知れないので、今後の展開次第では五条を上回る術師になることも十分考えられると思われます。ではこの戦いの魅力をもう少し細かく評価していきましょう。まずはレベルについてです。特級同士の戦いでその中でも特に天才と呼ばれる2人なので、文句なしでハイレベルの戦いになると言い切れるでしょう。次に盛り上がり。底なしの呪力を持つ乙骨と緻密な呪力コントロールができる五条はまさに対極の存在。よってかなり見応えのある戦いになること間違いなし。次に期待度。天才同士の戦いは誰もが興味を抱くものなので、こちらも高く評価。次に接戦度。五条の口ぶりを見てもまだまだ乙骨に対しては随分と余裕がある雰囲気を漂わせているので、現状では2人には力の差があると言わざる得ない。
よって五条優勢の戦いになると思われます。最後に因縁です。なんと二人はどちらも菅原の道真の子孫。さらに特急過剰量織本里香に取り憑かれて秘匿死刑が確定していたお骨を東京高専へと転入させたのが他ならぬ五条。しかも五条はお骨の一年次の担任だったので二人の間には深い関係性が見られます。しかし特にいがみ合ったり特別可愛がっている様子も伺えないので因縁については中程度の評価に留めています。というわけで見事第6位には五条悟対お骨ユタがランクインしました。第5位はスクナ対織本里香です。この戦いの魅力は何といっても呪いの頂上決戦。スクナといえば作中最強最悪の呪いの王と称され、その存在はもはや天才に近いとまで言われています。一方里香はというとですね、お骨への愛情の強さから特級過剰量へと転じた呪いで呪いの女王と称されるほどの存在。変幻自在で底なしの呪力を持っていて、暴走すれば街一つ消えかねないほどの強さを誇っているんです。そんな2人の勝負の行方はというとスクナの勝利。というのもですね、2人の強さについては公式ファンブックに言及されているからです。それによると覚醒したリカと前世紀のスクナではスクナに軍配が上がるとのこと。よってですね、2人の戦いはスクナの勝利と言い切ることができるんです。ではこの戦いの魅力をもう少し細かく評価していきましょう。まずはレベル、どちらも特級に位置づけられているのでかなりハイレベルな戦いとなります。続いて盛り上がり、リカといえば底なしの呪力を持っていて街一つ消えかねないほどの強さを誇っているのでかなり大規模な戦闘を展開することになると思われます。一方スクナというとただ暴れ回るという戦いではなく頭を使った計算高い戦闘スタイルを見せているんですけども、今わかっているだけでも攻撃の威力は凄まじいのでこの2人の戦いは熾烈を極めると言えます。よってですね、かなり大規模な白熱した盛り上がりを見せると思われます。次に行きたいと、呪いの王対呪いの女王という構図はかなり魅力的な戦いだと言えるのでこちらも高めに評価。そして接戦と、公式ファンブックでスクナの方が強いと断言されていることからスクナが圧勝するように思えるんですが、リカの呪いの女王としての実力も侮ることができないので実力差よりも均衡した戦いになる可能性もあります。そして最後に因縁についてなんですけども、2人はどちらも元人間で呪いに転じたという共通点と、二人は呪いの王と呪いの女王という共通点があるんですけども、それ以外では特に関連性がないので因縁は低めに評価しています。というわけで第5位はスクナ対織本里香でした。第4位はジョーゴ対マヒト。この戦いの魅力は何といっても特級呪霊同士のぶつかり合いです。ジョーゴはですね、人が大地を依附する感情から生まれた特級呪霊で火炎を操る非常に強力な火力の高い術式を持っています。一方マヒトは人が人を恐れ憎む感情から生まれた特級呪霊で相手の魂の形状を操作し変形改造させる術式を持っています。そして第130話、国戦を得て変身を遂げた変節特例隊は変身前とは別次元の存在となり、攻撃スピード防御の全てが段違いに高められています。そんな2人の勝負の行方はジョーゴの勝利。というのもですね、ジョーゴはですねスクナから甘く見積もってスクナの指8、9本分の実力だと評価され、実際に指15本を取り込んだスクナには最終的には敗れたんですけども、お前は強いと認められています。一方マヒトはというと第30話で指3本を取り込んだスクナに対し一方的に敗れているので指3本分以下の実力だったとわかります。とはいえ変節をクレーターに変貌を解けたマヒトは実力的には数段レベルアップしていて、さらにジョーゴ自身がマヒトはまだ強くなると評価していることから、作中で描かれた実力を基準にすると確かにジョーゴが勝つと思うんですけども、潜在能力を加味するとマヒトが勝利していたかもしれないんです。ではこの戦いの魅力をもう少し細かく評価します。まずはレベル、どちらも特級呪霊に位置づけられるのでかなりハイレベルな戦いとなります。次に盛り上がり、ジョーゴの火炎を操る高火力の術式はかなり大規模な一方で、マヒトは黒線が使えたりですね、魂に直接干渉されない限りは即座に再生できて不死身なので、2人の戦いはですね互いに攻撃力の攻撃の出し合いになると思われます。よって盛り上がりはかなりのもの。次に行きたいと、実は呪霊同士が戦う展開はほとんどなく、しかも特級同士となるとかなり見応えが期待できるので期待度も高めの評価をしています。次に接戦と、変節特例隊に変貌を遂げたマヒトの実力はかなりのものだと思われるので、少なから強いと認められたジョーゴであっても手こずる展開になると思われます。そして最後に因縁、2人はどちらも賢者に協力していた呪霊ということで共通点があるんですが、ジョーゴは大人な意見を持って冷静な判断をしている一方で、マヒトは無邪気に衝動的に行動していたり、2人の関係性はいまいちうまくいってなさそうに見えます。しかしジョーゴは一歩下がってマヒトの将来性に期待しているので2人は仲違いしているというわけではありません。よって特別因縁があるわけではなさそう。というわけで第4位は見事ジョーゴ対マヒトがランクインしました。ここからは第20位から第11位までについて発表したいと思います。惜しくもトップ10入りを逃したドリームマッチをご覧ください。第20位はガクガンジを忍ぶ対パンダです。パンダにとってガクガンジは生みの親であるヤガを殺された敵、よってですね熱のこもった一戦が期待できます。第19位はつくも行きたい東堂葵。つくもは東堂が小学校の時に出会った師匠であり、東堂が好きな
女のタイプを聞くのは、つくもへのリスペクトから来ていると思われます。このようにこの戦いは指定対決なんです。第18位は、賢弱対長宗。長宗は、カモノリト氏が妊婦への実験により生み出された特級呪物、受胎クソーズの一番が受肉した姿なんですけども、その生みの親であるカモノリト氏の正体こそが賢弱。よってこの戦いは、親子対決とも言えます。第17位は、スクナ対カシモはじめ。カシモはじめは、第158話で初登場した、死滅回遊のプレイヤーなんですけども、400年前に活躍していた術師だということが分かっています。そして、スクナを探す発言をしており、スクナとの間には何かしらの因縁がある。よってこの戦いは因縁を果たすものになるでしょう。第16位はクルツサナ対天元。クルツサナは獄門教の封印を解いて、五条悟を救出するための鍵となる人物ですが、あらゆる術式を消滅させるという術式を持っています。一方天元はというと、不死の術式の持ち主。つまりクルツサナは、天元の不死の術式を消滅させ、天元を殺すことができる唯一の存在なんです。よってこの戦いは天敵対決。第15位は上五対裏梅。二人はどちらもですね、賢弱側に属しているんですけども、上五は炎、裏梅は氷を操る術式の使い手なので、二人の能力は対極にあります。よってこの対決は、炎対氷の王道能力対決です。第14位は、全員投じたい伏黒めぐみ。この戦いは、まあ文字通り親子対決なんですけども、実はですね、渋谷事変にて、オガインババが降霊した当時と伏黒は短時間ではあるんですけども、交戦しています。よってですね、この順位に留まる結果となりました。第13位は、上五対黒漆です。上五は宿儺を相手に前線した特級呪霊なんですけども、黒漆はですね、死滅回遊で54ポイントを手に入れているゴキブリの特級呪霊。最終的には、乙骨に敗北してしまうんですけども、強烈なインパクトで乙骨ユタを苦しめました。よって特級呪霊対決として期待を込めてこの順位としています。第12位は、乙骨ユタ対ミゲルです。乙骨は呪術回戦0巻で、ゲトウが起こした百鬼夜行を沈めてるんですが、その百鬼夜行でゲトウ側の自祖師として参戦したのがミゲル。ミゲルは百鬼夜行の時に五条を10分以上も足止めすることに成功し、芥見先生からは百鬼夜行の MVP とまで評されています。このように特級に近い実力を持つミゲルならば、乙骨ともかなりいい勝負になると考えられるので、12位にランクインしています。惜しくもトップ10入りを逃した第11位は、スクナ対賢弱。賢弱は脳を入れ替えることで肉体を乗っ取ることができる呪詛師。過去にカモノリト氏を乗っ取ったり、ゲトウの肉体を操っていたりと、黒幕のような存在です。そして、イタドリがコロニーに入る前に死滅回遊にエントリーしていたことから、賢弱とスクナの間には何かしらの契約が交わされている可能性が浮上しています。よってこの戦いは、二人の因縁を明らかにするものとして期待できます。そしてここからは、第21位から第30位までの発表となります。惜しくもトップ20入りを逃したドリームマッチをご覧ください。第21位は、高場文彦対東堂葵。第22位は、五条悟対賢弱。第23位は、伏黒めぐみ対ドルブーラクダワラ。第24位は、うろたか子対善意直人。第25位は、賢弱対天元。第26位は、日車ひろみ対高場文彦。第27位は、善意直人対善意直也。第28位は、めいめい対七海健人。第29位は、花見対ダゴン。そして第30位は、犬巻トゲ対パンダとなっています。こんな感じになってるんですけども、今後の展開次第では上位に組み込んでくることもあるかもしれません。第3位は、虎杖悠仁対伏黒めぐみ。この戦いの魅力は、なんといってもライバル対決。伏黒はですね、呪術界御三家の全員家の血を引いていて、全員家の送電の術式、徳田の解剖術の使い手です。一方、虎杖はというと、宿儺の指を取り込んだ宿儺の器。高い身体能力を呪力でさらに強化した戦闘が強みとなっています。そんな二人が初めて出会ったのは、伏黒がですね、宿儺の指の回収の任務にて、杉沢第三高校に潜入した時、そこで窮地に陥った伏黒が、とっさに宿儺の指を飲み込んだ虎杖に命を救われるんです。そして虎杖が処刑対象となった時には、伏黒が市場を挟んで虎杖の処刑に反対。このように二人はですね、お互いを認めながら力を貸し合う、まさにライバルと言える関係性なんです。そんな二人の勝負の行方は引き分けになると思われます。というのも、単純な術式の操作や知識なのでは伏黒の圧勝なんですけども、一方虎杖はですね、身体能力は人間離れしている上に、その身体能力に呪力を掛け合わせた攻撃は破壊力抜群、まさに剛と柔の戦いになるでしょう。そして経験値としては伏黒が上回っているんですけども、虎杖の成長速度や伸びしろにも計り知れないものがあって、二人の強さは甲をつけがたい。よって二人は互角と言わざる得ない。ではこの戦いの魅力をもう少し細かく評価したいと思います。まずはレベルについて、二人はまだ高校1年生でありながら一級に近い実力を持っていると評価されています。しかしまだ特級にはかなわないと思われているので、レベルの評価は一段下げています。次に盛り上がりについて、伏黒はですね、すでに不完全ながら領域展開を使うことも可能。そしてその領域展開に対して虎杖が身体能力を駆使し、どう戦うの
かが見ものなので、かなりの盛り上がりが期待できるでしょう。続いて期待度、主人公対主人公のライバルという構図は少年漫画のまさに王道的展開よって、かなり期待値が高いと言えます。次に接戦度、結果的に2人の戦いは勝敗はつかず引き分けになると思われるので、接戦度もかなり高いと思われます。そして最後に因縁なんですけども、2人は高専の同級生であるという共通点のほか、お互いがお互いを助けた経験があるということからもかなりの関係性が見て取れます。しかし2人は因縁があるというよりも互いに認め合った良き仲間という関係なので、因縁の評価は意外と低めにしています。というわけで見事第3位は伏黒恵み対虎杖悠仁がランクインしました。第2位はスクーナ対虎杖悠仁です。この戦いの魅力は何といっても主人公と最大の強敵との戦いです。スクーナの指を取り込んだ虎杖はスクーナの器であり、なんと1000年生まれてこなかった逸材とまで言われています。しかしスクーナは虎杖に取り込まれたままでいるつもりはなく、隙あらば外に出て虎杖との主従関係を逆転させようと画策しているんです。このように2人は虎杖の体を共有しながら内部では緊張関係にある。そんな2人の勝負の行方はスクーナの勝利となるでしょう。なんといってもスクナは呪いの王であり、術師たちが総力を挙げて挑んでも勝てなかったほどの存在。そのためですね、いくら虎杖であっても完全体のスクナに勝つことはできないと思います。とはいえ虎杖は今後スクナの指を飲み切ることで体にスクナの術式が刻まれていき、スクナの術式を使えるようになる可能性が示唆。そして虎杖は現代最強術師五条悟から自分に並ぶ術師になると評価され、その潜在能力はかなりのものなんです。よってですね、虎杖がその潜在能力を開花させ、さらにスクナの術式も手に入れ、そこに生まれ持った身体能力も掛け合わせることによって虎杖は完全体スクナにも匹敵する実力を発揮できるようになると思われます。しかしそれはまだ到底先のことなので、現在までの最も強い時点を基準にするとまだ虎杖がスクナを倒すことはできないと思われます。ではこの戦いの魅力をもう少し細かく評価していきましょう。まずはレベルについてです。スクナの実力はまさしく作中最強なんですが、虎杖はまだまだ発展途上よってですね、1段階評価を下げています。次に盛り上がりについてです。スクナは高い威力を誇る術式に加え、最大半径 200m の圧倒的な攻撃範囲を誇る領域展開フグマミスシも使うことができ、形態違いの攻撃手段を持っています。一方の虎杖は軽低剣に黒線など威力は高いものの地味な技を使うことしかできない。しかし二人は虎杖の体を共有しているので、二人の戦いは死に物狂いで熾烈を極めることになると思います。よって盛り上がりに関しては限界突破の評価にしています。続いて期待度について、主人公対最大の敵という構図は誰しもが期待するものだと言えるので、こちらも高く評価。次に接戦と、現在までの虎杖とスクナではかなりの実力差があるので正直スクナ優勢と言わざる得ない。そして最後因縁について、スクナは虎杖の体に取り込まれていて、いつでも主導権を奪おうと画策していますよね。一方の虎杖はというと、スクナの指を全て取り込んで最終的にスクナを殺そうと考えているので、二人は敵対関係にあると言えます。よってかなり因縁が深いと言えます。というわけで惜しくも第2位は完全体スクナ対虎杖悠仁でした。はい、ある第1位は両面スクナ対五条悟でした。この戦いの魅力は何といっても最強対決、天上天下唯我独尊、最強最悪呪いの王と称されるスクナ、対するは現代における最強の術師五条悟。二人の共通点はというと、そう、最強です。そんな二人のぶつかり合いは魅力的なキャラクターが多い術界戦の中でもまさに1位にふさわしいカード。そんな二人の勝負の行方なんですけども、スクナの勝利と思っています。というのもですね、五条の誕生によって世界の均衡が変わったとまで言われ、幼い頃から億を超える賞金がかけられていたりと、五条の実力の高さは桁違いであるんですけども、あくまでも現代最強と言われているように、過去には今の五条を上回る存在がいたことが示唆されています。それは一体誰なのか。そう、スクナです。スクナといえば呪術先生の1000年前に来た呪詛師で、当時の呪術師たちが総力を挙げて挑んでもついには倒すことができなかったほどの存在。呪術先生の時代に最強だったスクナと現代最強の五条、この勝敗はスクナに軍配が上がると考えるのが自然だと思われます。ではこの戦いの魅力をもう少し細かく評価していきましょう。まずはレベルについてです。最強同士の戦いということで、他の戦いとは比べ物にならないほどハイレベルになることは間違いない。そのため限界突破の最高評価としています。次は盛り上がり、二人の戦いは何といってもハイレベルな術式のぶつかり合いになると思われます。特に注目すべきは二人の領域展開のぶつかり合い、五条の無力空所とスクナの福間水氏、ぶつかったらどんなことが起きるのか想像もつきませんよね。次に期待度です。五条とスクナの戦いといえば作中最強同士の戦いなので誰もが期待するところです。そして接戦度、呪術全盛の時代に最強だったスクナと現代で桁違いに最強である五条の間には多少の実力差はあると思うんですけども、あの五条が何もできずに
宿儺に負けるとは考えられません。よってですね、かなり均衡した戦いが繰り広げられることになると思われます。そして最後に因縁です。二人はですね、特に個人的な感情はお互いそれほど抱いてないと思われます。よってですね、因縁については低めに消化しています。というわけで栄えある第1位は宿儺対五条悟でした。という感じで解説してきたんですけども、ランキングをまとめるとこんな感じになります。皆さんはどのドリームマッチが一番見てみたいでしょうか？ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。